ゃあ、はいはい、そちらに。じゃあ、トキさんまで5秒前。4、3。せーの。ちょっとそこまで。どの辺まで？ちょっとそこまで。どの辺まで？今日はどこまで行けるかな。とりあえずやってみよう。緊急企画、大橋の一言目はなんだ。はい、ということでございまして、はい、急遽、そうですね、この動画が来ることになりましたけども、はい、整う顛末というか理由をですね、はい、説明お願いしてもよろしいでしょうか。本日ですね、1時半シュート開始スケジュールで、来てますが、現在の時間がですね、いいですか？23分ですね、まだ来ておりません。そしてなぜかと言いますと、もうギリギリは分かっておりまして、1時40分ぐらいで、まあ、10分遅刻しているところで大丈夫かなと思って、マネージャー小沢が電話したところ、すいません今起きましたという連絡をもらいました。今起きましたという報告をもらったので、そこから今20分経ってるというところでございます。とそうですね、はい、ということで、ただ待つのも時間がもったいないので、そうですね、もともともちろん今日やる企画が頭から1時半からありましたからね。そうですね、なぜこの待ち時間を利用して急遽企画を行うと、はい、本人不本意ではなりながらの大好評企画になってるあれですね、大橋カジノ第2弾ということになりましたんで、はい、全然すいません、あ、いいわ、おおおえぇ、ー、遅刻の時間ではなく、大橋さんが一言目、そこを入った時に何というか、それを時田さんおよび、スタッフの皆さんでですね、予想してもらって、当たった方は大橋さんに有無も言わさず買ってもらおうということでございます。イエーイ。順番通りで言うと、じゃあ松田さんからいきましょうか。何そうなんですね。なるほど。なるほど。あるね。あるな。ただね、これ2回目だからな。このシチュエーションがな。この場合、ルールどうします？正式に言うのはいいのか、なんとなくグレーで同じようなケースならありの、まあ、なんとなくそういうことってことですね。要は、方向性的に何っていう、驚いてるっていうところにしてましょうか。はい。じゃあ続いて、当番のプロデューサーの井上の予想は、まあ、前回と比べて今回はまあ分かった状態で来るっていう、まあ今回分かってるから、さすがにすいませんでしたですかね。なるほど、すいませんでした。謝罪系ですね。謝罪ですね。じゃあ続いて小沢さんの予想。謝罪系では来ると思うんですけど、何かもしかしたら言い訳があるかもしれないっていうのも予想して、目覚ましが鳴らなかったからですと。あ、先に言い訳パターンね。ああ、なるほどね。ごめんなさい、言い訳からの謝罪パターンっていうことですね。なるほど。じゃあ長谷川さんは、謝罪で来るとは思っているんですけど、うん、ここはちょっと賭けに出て、はい、やっぱりなみたいな、なんかこの雰囲気、外にスタッフが誰もいないっていうこの雰囲気で、はい、なんかちょっとドッキリにはめられたバラエティ的な。あ、なるほど。じゃあ最後時田さん。いや難しい、本当に難しいんですけど、僕も謝罪は謝罪だと思うんですよ。ただその謝罪の仕方で YouTube も慣れてきてますし、はい、この状況もきっと予想ついてるだろうと思うんで、はい、大きな声でごめんっていう感じじゃないかなっていう。ごめんとキレよく謝罪、キレよくごめんって。郷さんがですね、まあ、来ていらっしゃってないんですけど、はいはい、一応郷さん的にはさあやろうという。なるほど。前向きに。なるほどね。なかったことに。そう、なかったことにしてやるっていう。なかったことタイプね。まああり得るな。電話したらすぐこれを答えます。ということは今のところ謝罪系が2人、はい、言い訳というか系がお一人ございますので、うん、で長谷川さんがまあコントというか、うん、分かって入ってくると。で松田さんは疑問系。疑問系です。何が起きてるって。何も確かに怪しいですけどね。で一応この正解不正解に関しては、はい、もう審判は時田さんに任します。分かりました。要するにね、ニアピンなのか、そうそうそうホールインワンなのかのところ、そこ裁量ですね。ということで、まあ、今2時
14時10分、怪しいですね、いよいよですね、なんですけど、小沢さんの想定としては、まあ、14時30分ぐらい到着じゃないかと。そうですね、すごいですね、13時40分に今起きたという連絡が入り一切慌てないですねあの今はどうか知らないですけど、昔はあのよくそういうことあったんですよ、遅刻するときに、うん、で電話したらごめん今起きたとか、はいはい、あの 100% の確率でもう大体ほぼですね、シャワー浴びてきます。あ、なるほど、はい、いい匂いしてきますね、大体何でしょう急いでんのあれっていうのありますね。あ、なるほど。あと、家の中にいるのに今出たとこっていう、あれこれ絶対家の中だよなっていう、今出たとこっていうのは過去にありました。今は分かんないですよ。ちなみに、まあ、使うことは分かんないですけど、昨日はどういうスケジュールだったんですか、お越しさん。昨日はもう特に仕事はなかったです。オフですか。オフだった、はい、健康診断なんでしょ健康診断に行ったぐらいだから朝めっちゃ早かったじゃないですかああそうですか、はい、擁護するつもりもありませんが、なるほどね、朝早かったんじゃないですかね、昨日変な時間に寝ちゃったのが。なるほど、まあ、帰ってきて夕方ぐらいに寝ちゃって 2,3 時に起きて、まあ寝れずに、で朝方また寝ちゃったみたいなっていう感じなんじゃないですかね。なるほど、まあそんな言い訳なかなかそうですね。来た、来たもん。すいません。あすみません。ああ。すみません。ああ。ああ。うわあ。ということで、そっちが。ということで、正解は伊野のすいませんでした。ありがとうございます。ああ、そっちか。大橋カジノ。なるほどね、やるでしょやるでしょ、それはもう、まあ、一応改めてこの企画趣旨を徳さんからご説明を。はい、1時半のところは1時40分に寝ていたというそうです、今起きましたとすいません、本当にということだったんで、もう緊急企画としてこれを立ち上げて、はい、大橋の一言目は何だというところで、はい、みんなに予想し、はい、見事当てたのが伊野さんという感じで。当てたら何ですか。で、当てたら大橋さんから通信販売とかいろいろ駆使してポチッとしてもらって好きなものを買っていただく、好きなものを買ってもらう、ね、上限なしということで上限なしということで、まあ、一応ちなみにあの言い訳タイムを、あ、いいですね、作ろうと思うんですけど、はい、遅刻した理由は、遅刻した理由はですね、寝てたんですこれ僕の予想ちなみに聞いていいですか、じゃあ、はい、合ってたかどうか、はい、昨日健康診断、はい、朝早かった、はい、だから夕方寝てしまって変な時間でぐちゃぐちゃのサイクルになって、はい、朝方寝ちゃって寝れた。まあ近いですけど、いや、夕方寝たら多分寝れなくなると思ったんで耐えてたんですよ耐えてて普通に寝たんですよ。ああああ、で今日本当は僕ちょっと11時から予定があって11時に合わせて起きたんですけど二度寝してしまいまして、なるほど、あ、ちょっとこの予定はずらさなきゃダメだなと思って、この12時にまた目覚ましをかけて、うん、12時に起きたんですけどまだ眠たいなとまあだから一応ね間に合うからねまだ大丈夫だな、でも起きなきゃなと思って、だから3度寝してしまったんですよ。すげー、あ、目覚ましまた鳴ったわと思ったら小沢の電話だったちなみになんですけど、他の皆さんの予想を一応見ましょうか、はい、あ、見せてくださいこうさん、こうさん、さあやろう、ね、この選択肢はなかった、今回は。いや、完全なかったですね。 これ言えるのは20分までです45分ぐらい仕事しますね、はい、僕、まあ、ということで本当に緊急で取っちゃったんですよ、はい、1本1本取りました、はい、あ、取った、これ1本分ですか。1本分ですいけます、これ1本前回実は大好評だったんで、確かに、大橋カジノの友達からもめっちゃ連絡来て何が面白いか分かんない、まあ、ちなみに、皆さんから何が欲しいかまだ聞いてない。そうなんですか。あ、なるほど。なんで、まあ、正解した宇都宮から何が欲しいかちょっと言ってみてください。前回の収録から、はい、
リファのドライヤーがちょうどいいやつですね。ちょうどいいやつ。本当にいいですよ、はい、あれは。聞いていいですよ。めちゃくちゃ欲しいなと思ちょうど思ったんです。まあ、ちょっと遅刻なんで、さっさめます。僕が悪かったんで、僕もちょっとあの収録からリファのあのシャワーヘッドがすごい気になってました。なんか嬉しい。それと一緒にじゃあ買って、そうですね、ドライヤーを。ありがとうございます、はい、まあこれは本当に買ってもらいますから。この収録の合間に買います。いいなぁ。この辺まで。はい、というわけで起きたてで全然声も出てないんですけど、大橋カジノになるんですか、これ。じゃあまあまあまあ、はい、第2回大橋カジノ、はい、大橋の一言目は何だということで、本当に皆さんご迷惑をおかけしました。すいませんでした。はい、ということで今日はこの辺まで。はい、ということで1本目急遽。すいません、すいませんでした、本当に。チャンネル登録よろしくお願いします。